回立てばなーい。ダブルデッカーはステータスだ。希少価値だー。わいダブルデッカー。E233、テンション低いぞ。そうだ、もっと声を上げろ。もっと、熱くなれよ。御社から通達だぞ。うるさいから日中の、悪で運用を命じる、とさ。あちょ、勝手にドアが閉まって、動き出したな、にこれ怖い。あれ ?E233K は、どこだ?10 番線だよ。お前たちがあんまりうるさいからじゃないか。多分マックスのとこでも行ったんじゃないかな。はぁ、全然ダメだな。慣れないや、あの空気には。お、来たな。また E231K とかから逃げてきたんだろう。まあいいだろう。今日は、どんな話しようか。じゃあ、先輩方マックスについて、聞きたいんですが。いいですか?そうか、わかった。おい E4K。なに?カクカクシカジカシカクイ食パン引退419というわけなんだ。だから一緒に、語ろうじゃないか。なるほどな。いいだろう、話してやろうか。マックス、この愛称は、マルチ、アメニティ、エクスプレスが、由来となっている。しかし営業運転に入る前には、別の名前で呼ばれていたことを、ご存知だろうか。その名は、ダブル、デッカー、新幹線、の頭文字を取って、DDS。さらに形式名も E1K ではなく、600K が使われる予定だった。しかしこの時 JR 東日本が新幹線車両の形式不番方式を変更したため、イースト、ジャパンの E を取って E1K とされた。この不番方式は現在計画中の E7K までにも受け継がれている。1994年7月15日、ついに試験を営業運転を開始した。E1K 最初の仕事は東北新幹線マックスやまびこ。マックス青葉、上越新幹線マックス朝日、マックス時、と、多くの運用をもらい、12両編成という長めの、編成で多くの人々を、運んだ。この E1K は6編成72両製造されている。全車2列の回転シートで、リクライニングは、ついていないものの、若干後ろに傾いているので、辛くはない。デッキには弁当の自販機もあったらしい。JR 東日本の新幹線車両では最後の構成車体で、最も重量が重い、最高時速240キロで新幹線車両としては、若干遅いスピードである。ちなみに東北新幹線の MAX 運用では M3 編成が、登場するまでは毎週水木で全編成検査が入っており、200系による代走で、しのぐという綱渡り状態だったということもあった。しかし M3 編成が登場して、運用に問題がなくなっても、別の問題が浮上してきてしまった。東北新幹線増結列車の増加である、やまびこ、こまち、やまびこ、翼等が増えてきたのだが、E1K 以外は全車種分割併合機を搭載していたため、明らかに増解決のできない E1K は大きなお荷物となってしまっていた。そのため E1K は東北新幹線での仕事を大幅に減らされてしまったのだった。1998年12月8日のダイヤ改正では盛岡駅の運用から撤退し、東京、仙台間のマックスやまびこも1往復にまで減便されてしまっている。1999年12月4日、ついに東北新幹線から撤退。上越新幹線の運用を残すのみとなってしまった。1997年12月20日、E1K よりさらに進化した MAX、E4K が運転を開始した。E1K との相違点は、E1K ではできなかったワゴン販売を行うため、デッキにエレベーターが設置された。エレベーター等による荷重分を補うためアルミ製車体となった。柔軟な運用を組めるよう増結や、並結も想定して、8両編成とされた。増結、並結を行うため分割併合機を搭載、空気抵抗対策として、ロングノーズ化、その他にも色々と新しくなっている。
この E4K も E1K と、同じく最高時速は 240km に、設定されている。そんなこの E4K には、特筆すべき特徴がある。その特徴とは、定員、E4K MAX の1編成8両あたりの、定員は817人であるが、もう1編成つなげた16両編成だとなんと、定員は1634人と、世界の高速鉄道ではトップの、輸送力を誇る、MAX は、日本が誇れるまさに、名、列車なのである。1997年4月29日、400系翼との、並結運転を開始した。同年12月4日より、山形新幹線の新上延伸と、当時に登場した E3K1000番台とも、並結が行われるようになった。2001年5月7日、21世紀に入り、上越新幹線にて営業運転を始めた。1月22日より MAX 浅間として、長野新幹線の運用に、臨時で付き始めた。しかし下り運用に付くことができなかったため、軽井沢始発の上り運用のみで、運転された。9月21日、東北新幹線内の、並結列車が200系から E5 系に、統一、やまびこ、翼が一時消滅。しかし2005年12月10日、MAX やまびこ仙台、盛岡間の、定期運用が消滅。E4K は全列車仙台止まりとなってしまったのだ。この頃からか、MAX の衰退は始まっていたのかもしれない。一方その頃 E1K は大幅なリニューアル改造が、施されている真っ最中だった。そのリニューアル後の姿がこれである。主な改造内容は、車体塗装を青と黄色を、用いたものに変更。普通座席を E4K、グリーン座席を、E2K と同じものに変更。床材等の変更。理由としては登場してからだいぶ時間が、経っており陳腐化が目立ってきたことで、外見上の変更ぐらいしか行っていない模様である。そのため走行機器などの足回りは、特にいじっていないようだ。上が改造前、下が改造後の車内の、様子だが、特にグリーン車のグレードが、格段にアップしているように、見える。それからというもの、特に変化もなく、平穏に走ってきた E1、E4K MAX たちだったが、2012年、彼らは、大きく車性を揺るがされた。E1K MAX 上越新幹線撤退。E4K MAX 東北新幹線撤退。そう、MAX の大幅な運行形態変更である。E1K に関しては上越新幹線のみで、運転を、行っていたため、引退ということになる。それはあまりにも、突然の発表であった。東北新幹線 E5K の、増備で押し出された E4K が、E1K をさらに押し出した形になってしまった。E4K が押し出されたのは、E5K による時速300キロ高速運転が、始まったことにより、E4K 最高時速の、240キロが運用上ネックとなってしまう。というのが原因だと考えられる。上越新幹線運用のみになった E4K もこれから廃車が始まり、2016年には全廃されることが予定されている。日本の高速鉄道に大きな影響をもたらした2階建て新幹線、MAX、彼らは世界をも驚かせ、絶大な人気を誇った。一時代を築いたこの2形式は、成功と失敗を生んだ、名、列車、そして、名、列車であった。10月27日、28日、E1K MAX は最後の鉄路を、走った。MAX 朝日、MAX 時、このラストランは、初代 MAX の歴史を、物語っているのかもしれない。これが、俺たち MAX の一車制さ。ここではもう、会えないんですか？ああ、もうこの東京に来ることはないだろう。この鉄路を、走ることもできなくなる。お客を乗せて、走ることも、だから、最後だから、これからを走るお前に言っておこう。この世界に永久に未来永劫を生き続けられる車両なんていない。どんな車両でもいつかは、最後が来る、お前にもな。だから、残りの限られた時間、
1平速1平速楽しんで、走ってくれ。今しかできないことだ。いいな。はい。よし、いい返事だ。じゃあ、これでお別れだ。あの、最後に一つ、聞かせてください、先輩。マックス、は、楽しかったですか？もちろんさ。Someone